株式会社文楽は大阪市に本社を置く旅メーカーである。サムゴロモや靴下などの繊維製品も製造販売している。徳島県鳴門市に工場を持つほか中国でも生産を行っており、旅の生産では全国シェアの20%を占める。このほか工場のある徳島の有名行事である阿波踊りへの取り組みも積極的で PR 用のハッピーや t シャツなども製作している。文楽の起源は昭和初期に大阪で旅製造を行っていた複数の個人事業者に遡る。旅の製造は農家の副業や家内工業程度の規模から徐々に発達してきたことからこの時代においても個人の名義で事業を行う小工場が多数存在していた。ともえだ森彦の父もこうした一人で、ナルトで 旅製造の修行の後、大阪で事業を営んでいた。しかし1938年には国家総動員法が施行され、旅業界でも統制が強化されていった。当時、日本全国で611社が年間2億5000万足の旅を生産していたが、1941年には、これを68社、年間1億足に圧縮することになった。 大阪府下では1939年に成立した大阪旅工業組合の主導で業者の整理統合が進められた。こうした取り組みの中で東成区では個人で旅製造を行っていた6名の事業が統合され東大阪旅工業国組合が成立後に組織変更され東大阪旅工業有限会社となった。東大阪旅工業は戦火を避け 工場を徳島県に移転して生産に当たった。戦後、旅は依然として統制下にあったが、1950年に統制が解除。この頃、東大阪旅工業は文楽、旅株式会社に改祖された。これと前後し、東大阪旅工業で代表を務めた松井熊前が独立して株式会社、松井商店を設立。 文楽旅への移行期に代表を務めた玉屋豊かも独立して玉屋旅工場を設立するなど再分離が進んだ。当時、旅製造は利益が見込める事業であり新規参入も相次いだが1954年にナイロン靴下が登場すると旅の利用は減少した。文楽旅は1956年には100万足以上を生産していたがその後の数年で 生産量は激減した。ナルト工場1966年には社名を分楽に解消、需要減少の中でも旅製造を維持するため、ズボンや水着など他の繊維製品の縫製にも手を広げながら、旅においても新製品開発を続けていった。昭和40年代には、ウレタン素材をサンドイッチにして用いた旅を開発、暖かさとクッション性が評価され、一時には、 全国シェア40%を確保した。旅以外では、昭和50年代にあわしじらオりりを用いた室内着ジンベイを発売、その食感が好評を得た。昭和60年代に発売した、合わせ合い染めの寒いは、自社関係者を中心に指示を受けた。2014年まで使われていた本社の建物1989年には、中国上海における生産を開始、 中級品の生産を海外に移転するとともに、国内ではオーダー品、セミオーダー品など、小ロットの需要に応じる体制を強化していった。2001年には、ウェブショップを開業し、個人向けの直販に販路を拡大した。製品面では、コハゼとオケイトのみが従来通りで他は、用記地を用いた柄旅や、レースを用いたレース旅を開発。柄旅では、工場が、 フル回転となる反響を得た。こうした個々人の思考に合わせた製品展開に加え、個人の足の形にも合わせた旅製造を可能にするため、足の形状の測定が瞬時に可能な測定機器を三洋電機と共同開発した。2010年には上海での生産移転をさらに進め、国内では高級品に集中する傾向を強めている。ありがとうございます。